く、このあと宮田が続いてきます。宮田は山口を 0.635 の差で追っています。予選落下があった段違い平行棒ですが12点台はマークしていました、はい、マロニー2分の1ひねりか、マロニーハーフひねり E 難度です。 E 側宙返り、そしてこの後が予選で落下のあった大事なトカチェフ。トカチェフ掴んだ、はい、掴んでパク宙返りにつなげてきました。 0.1 の加点ですね、はい、マロニーから銀河宙返り 0.2 の加点です。ここも技をつなげて D 得点をプラスしていきます。はい、ラストはムーンサルト折り D 難度です。着地決めた、はい、ガッツポーズ出ましたね。おそらくこの演技で山口を逆転することになるかと思います。